はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は本当に久しぶりになるんですけれども、杭州卸市場、中国の杭州卸市場の映像をお見せしながら、まったりと話していこうかなと思います。 このご時世なかなか甲州卸市場に行くって言っても行けないような状況ですので、せめてバーチャル卸市場体験をしていただければなと思って、このように撮影しております。早速映像の説明なんですが、今回の映像結構レア映像というか穴場映像になります。こちらは甲州駅の北側にある川だとか、 バック関係の卸市場になるんですが、なかなかね、ここを訪れるセラーさんっていらっしゃらないんですよ。通常、バックだとか革製品っていうと、三原理、三原里っていう場所があるんですが、甲州駅の南西にある三原理というエリアに行く方がかなり多いので、甲州駅の北側の革製品エリアってなかなか知られていないんですね。 これが何を表してるかっていうと、日本人のセラーさんがたくさん行く場所よりも、あんまり外国人のセラーさんが買い付けに来ないようなエリアの方が、結構細かい商談がゆったりと行えたりだとか、比較的安価に買い付けっていうのが行える、OEM などの相談も含めて行えるっていう利点があります。 キーの目で見られますけれども、特に私はこのような形でスタビライザーを持ってスマホで撮影して歩いているので、周りの人なんだこいつって感じで見てますけど、皆さんが普通にアテンドと一緒にアテンドしてくださる中国人と一緒にこういう場所を来たら、そんなに変な目で見られることはありませんので、その点はご安心ください。 この公衆駅周辺だと、三原理、三原理という革製品の場所以外に、後ほど公衆駅の南側までこのまま歩いていくんですけれども、白馬、バイマと呼ばれるアパレル市場がかなり有名な場所になります。バイマっていうのは一言で言えば、韓流、韓国風のアパレル商材がよく売られているようなエリアなんですけれども、人間マネキンがいるんですね。 世界は一般のお客様もよく購入される、一般の中国人のお客様もよく来られるような、要はショッピングモールみたいな、アパレルのショッピングモールみたいな場所なんですけれども、普通は日本であれば、マネキンがお店の洋服を着て、お店の店頭にポンと置いてありますけれども、バイマ、白馬の場合は、リアルな生の人間の、ものすごくお綺麗な女性の方たちが、お立ち台みたいなところに乗っかって、 お店の服を着てずっと立ってるっていう不思議な映像が見られます。ちなみに女の人たちはスマホとか普通にいじってるんですけれどもね。そのバイマアパレル市場っていうのは非常にスタイリッシュな商材、アパレルが置いてあるので、ぜひね、一度訪れていただければなと思います。比較的単価は高いっちゃ高いんですけれども、一見の価値はある場所かなと思います。 ちなみに、バイマよりも総卸、そうおろし。 の場所っていうのが13行って場所なんですがそこは私や生徒さんが宿泊する公衆品館というホテルから西に徒歩40分ぐらい歩いたところ普通に地下鉄だとかタクシーで行った方がいいですけどその場所にある13行普通に数字の13に行くと書く13行という場所がアパレルの総卸元になりますのでアパレル関係に興味ある方は倍までも見つつ買い付けを 13行の方でも行うっていうのをおすすめしております。13行っていうのは一つの大きなビルなんですけれども、人がごった返していて、 で、1ロットずつは購入できないんですね。完全に卸なので、3ロットとか5ロットずつじゃないと購入できないような場所なんですが、ぜひね、そちらも行くことをお勧めします。13行の近くにはリーワン広場と呼ばれるシルバーアクセサリーや水晶パワーストーン関係の市場もありますので、私は公衆品館から時間があるときは、 てくてく歩きながら、途中で男性用のアパレル市場だとか、地下に広がるアパレル市場だとかもあるので、そこにも立ち寄りながら、13行に立ち寄って、さらにリーワン広場で一服する、みたいな感じの、いつもの自分のルーティーンがあります。さて、ビルから出てきました。こちらが公衆駅の北側なんですけど、ちょっとご覧いただければ、黒人の方が結構多くいらっしゃるのが、 わかると思います。アフリカンな方ですよね。がかなり多いんですよ。実は、この公衆駅周辺から三原理の周りっていうのは、アフリカ人、アフリカ系黒人の人がかなり住んでいらっしゃって、買い付けをされていたりだとかしてます。正直ですね、この公衆駅周辺から三原理にかけてっていうのは、治安がいいか悪いかっていうと、まあ比較的悪い場所なんですよね。 ただ、私、スタビライザー持って、すごい目立つ格好をして歩いてるけれども、まあ別に、何か、突っ込まれたりだとか、どつかれたりだとか、絡まれたりだとか、してないじゃないですか。なので、治安が悪いっていうと、すごい怖い感じに聞こえるかもしれないですが、まあそこまで気にする必要はない。ただし、自分自身もただ普通に撮影してるように見えるかもしれないですけれども、すっごく周りに気使ってたてりだとか、周りに注意してます。っていうのも、スリがいるからなんですよね。 日本以外の国は基本的にはスリがいると考えて差し支えないとは思うので、周りの人たちで変な動きする人がいないかそしてバイクが近づいてきたら、そのバイクからポーンって携帯だけ取られちゃってひったくられちゃうっていうこともあるので、かなり 注意してます。なので、私が撮影してるから皆さんも普通に撮影してるとすリに合う可能性も多いので、その点っていうのは気をつけていただければなと思います。こちらが今、甲州駅の北側になるんですが、この後、甲州駅の上、 歩道橋みたいなところを通って、甲州駅の南側、そちらがメインのターミナルの入り口になるんですけれども、そこまで歩いていく映像をお見せしながら、せっかくなので、後半戦は甲州卸市場に行くことのメリット7点、ピックアップしてきましたので、そちらについて話をさせていただきたいと思います。 先に申し上げておきますと、私は中国から商材仕入れて、中国のアリババで商品を買い付けて、アメリカマゾンで販売するというセラーをやっていて、広州卸市場に頻繁に行ってました。今はいけないですけど。また、このコロナ禍の様々な混乱が落ち着いてきましたら、 生徒さんと講習に行きたいなと思っているんですが、別に講習に行かなきゃできないビジネスモデルでは当然ながらありません。アリババというのはインターネット上の卸上サイトですから、そして買い付けっていうのは代行会社を通して行えば、別に中国語がわからなくても商品の検索などは Google 翻訳などを使って行うことができますし、アメリカ Amazon で販売する際も英語の商品ページを作成する際、別に英語力が 特段、ない方でも、そんなに英語得意じゃないよと、なんなら苦手だよっていう方でも、問題なく買い付けできているという実例、実績がありますので、そこはご安心いただきたいんですが、とはいえ、講習に行くっていうのはものすごいメリットがあると個人的には思っているんですね。 まず一つ目なんですが、私再三再始言ってることなんですが、世界が物理的に広がると、悩みが相対的に矮小化する。これね、ものすごく恩恵だと思っています。この恩恵は、唯一無二と言っても過言ではないかもしれないですね。要するに別に海外に行ってる方なら、言わずもがなでわかってることだと思うんですけれども、世界が広がると、自分自身が 普段抱えている悩みがなくなるってことはあんまないと思うんです、正直。しかしながら、物理的に世界が広がると、まあ、視点が俯瞰的になるというか、自分の世界が広がるので、普段悩んでいることに対してあんまり悩まなくなってくる。今まで悩んでたことが10の世界の中で1の悩みを持っていたとすると、世界が100に広がると1っていうのは10%から1%に相対的に下がっていきますので、自分がくよくよしない 体質になってくるっていうのはかなりの利点かなと思います。2番目、文化や常識が異なる人と交流すると器が大きくなる。自分自身がものすごく寛容になってくるっていうのがあると思います。 中国の広州っていうのは、実は中国の中でもものすごく素敵な場所でですね、昔からシルクロード貿易の最東端の港町だったっていうこともあって、外国人に対する排他的な感じっていうのがないんですよね。むしろものすごく、我々がイメージしている悪い中国人のイメージではなくって、それと真逆の日本人的な中国人の人っていうのもたくさんいらっしゃって、少なくとも私がやり取りさせていただいている業者の方たちっていうのは、ものすごく、 日本人的と言いますかね中国、悪いイメージの中国人的じゃない中国人の人たちってたくさんいるんですよね実際自分もスーパーとかで買い物するときに中国語下手なんでいろいろ一生懸命話しても伝わらないときがあるんですよで、その際にあ、日本人ですよとって言うんですけど日本人なんですよって言うとあ、日本人なんだって言ってものすごくくったくない笑顔で笑ってくださってで、いろいろと 世話をや、焼いてくださったりするんですよね、スーパーのおばちゃんとかが。なので、そういったことを通してですね、私は、あ、今まで中国行く前、実は私も最初はめちゃめちゃ怖かったんです。偏見ばっかりやったから。しかしながら実際行ってみると、この一番二番ですね、自分が思っている、考えている、持っている悩みが矮小化するってことと、器が広くなる。この二つの恩恵っていうのを、 ものすごく実感することができたんで、ああ、中国公衆行ってよかった。初めは嫌々だったけれども、先輩セラーに無理やり連れられて行ったのが最初だったんですけれども、行ってよかったなって思います。三つ目、中国に対する偽りの偏見が消える。 今申し上げた通りなんですけどもちろん日本人だってよくよく考えてみたら10人といろじゃないですか例えば私は東京に住んでますけど東京の人はこうだだとか大阪の人はこうだっていうのはものすごくざっくりとしたジッパ人からげな考え方で実際いろいろな人がいらっしゃるわけですよね中国なんて特に広いですから地域性っていうのもあると思いますが公衆の人たちは先ほど申し上げた通り交渉 に慣れているというか、外国人の人たちと会うことに対しての抵抗感っていうのがあまりない。なので、ものすごく交流しやすいし、仲良くなりやすいし、お金お金っていうイメージがあるかもしれないし、ビジネスに関してはものすごく好戦的な部分ももちろんあるものの、まずはお金とか関係なく信頼感を高めたいんだっていう工場の社長さんだとかも何にも合ってます。だから、変な、 勝手に我々が思い込んでいる、よく2チャンネルラーが冗談混じりで書き込むような中国人だからなとか、チャイニーズだからなみたいな、そういった偏見っていうのがなくなるので、あ、みんなみんな生きているんだ、友達なんだじゃないですけれども、我々っていうのはもっともっと自分たちの ことに対しても、周りの人に誤解されていることがあるだけじゃなくて、周りの人に対しても誤解している部分っていうのが少なからずあるんだなっていうことを改めて再認識することができるので、それだけでもすごい収穫です。ちなみに今ご覧いただいているこの場所が、まさに公衆駅の上になるんですね。この公衆駅は、まあ、ターミナルですから、地方からそれこそ公衆に出稼ぎに来る方だとか、皆さんがここの 公衆駅を利用して、そこからちりじりに各仕事場に出稼ぎの場所に歩いていく。なので、この公衆駅の前には、宿屋の客引きみたいな人たちもいて、一日何百円とかで泊まれるような宿屋さん、簡易宿泊所みたいなところの客引きの方たちもいたりだとか、いろんな地方から来られて、おどおどしながら、このだだっぴろい公衆駅の前で、 これからのご自身の人生を半数咀嚼してるような方々もいらっしゃるので、まさに昔の上野駅みたいな様相を呈しているんじゃないかなと思います。非常に感慨深い駅ですね、個人的には。さて、話を続けます。四つ目、卸市場業者、アリババ業者との信頼感が高まる。 当然なんですけれども、普段アリババ業者とやり取りする際は、代行会社を通してやり取りします。で、代行会社の人たちっていうのは取引履歴があるので、アリババ業者の人たちも無限にするなんてことはないものの、やっぱり直接日本人が中国人のアテンド通訳をはべらせて、わざわざ自分の講習のお店まで来てくれた。これって、もう何者にも変え難い信頼感に通ずるんですね。実際、講習の白雲区、 とか、花徳と,と呼ばれる、甲州白雲国際空港という、甲州の国際空港周辺の地域は工場地帯なんですが、その工場地帯も自分何度も足を運んで、いろんな工場長の方とか、オーナーの方と話しました。やっぱりね、皆さん本当に手厚く歓迎してくださいます。もう中にはハイヤーをわざわざ予約してくださって、甲州のホテルの前までハイヤーをつけてくれて、工場まで直行で 招待してくださる方だって少なからずいらっしゃるぐらいにわざわざ日本人がわざわざ中国人のアテンドを連れて自分の工場まで自分のお店まで来てくれたっていうこの信頼感っていうのはその後の取引にものすごいプラスになってくるんじゃないかなと思います。5番目、アリババ上のやり取りより小ロットで買い付け OEM ができる。これも非常に有益なポイントですね。当然なんですが、そして先ほど言った 信頼感が高まるの延長線上の話なんですが、わざわざ来るようなセラーが、まあ、騙す目的で自分と交渉するっていう確率って低いわけですよね。どこの馬の骨かわからない人間と違ってですね。やっぱり交渉を行う際にも、ちょっとした OEM や ODM、基礎の詳細に、 ブランドのロゴを刻印する ODM やオリジナル商材を作る OEM についても50ロット100ロットからオーダーを受けたまわっていただけるっていうことが少なからずあります。この点も非常に便利かなと思います。6番、同じ釜の飯を食う仲間が増える。そして7番、物販セラーとしての自覚が芽生えて諦めないようなセラーになれる。 やはりですね、物販というのは孤独な商売です。言うても。一人でチク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 、いろいろな商品ページ作ったりだとか、買い付けしたりだとか、お客様の対応稀にしたりするわけですよね。よって、コンサルティングの中で講師と生徒というつながりは持っているものの、やっぱりセラー同士の横のつながり、同じ志を持った仲間とのつながり、同じ釜の飯を食う仲間が増えることによって、7番、物販セラーとしての自覚がより芽生えて、 諦めない体質のセラーになるんじゃないかなと思います。というわけで、甲州駅の南側に到着したところで、今回の映像とトーク、ここら辺にさせていただきたいなと思います、まあ。随分前に撮影した映像ではあるんですけれども、まだ甲州卸市場行っていない私の生徒さんもたくさんいらっしゃいます。ぜひね、また色々と落ち着きましたら、一緒に行ければなと思ってます。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。